数一部をここは柱図だと仮定したと、ね、これは柱図だと仮定して、ね、じゃあ胸の上3部という形で天井回り口、はい、まず胸の上が3部、ね、でそれを付け側にちょんと収集して、で柱図から5部がフロアを取るんです。厚みが4分3分、で穴の深さ3分で胸腕プラス、5分で8分の結束、これで結束しました。じゃあ今度逆の、これ右めき、左めきの、左めきの場合、右めき、左めきの場合、とりあえず柱裏を練習だから一寸一分この辺を柱裏と仮定をして、胸の上が3分で、内側が1分で、裏を取るのが柱裏から5分。で2年目で骨の厚みが3年で上は深さ3年まず胸腕プラス5分の結束の今回8分の隅の丸を
で、この胸裏の順はこの同時計そのまま引きます。で、墨より若干残ってる場合に、墨半分で落としていってこっちを仕上げてもいいし、のみで仕上げてもいいし、これ今墨からこれだけずっと逃げちゃったから、で深さは3部までと、この鉄筋の線まで、つまりこれ止めで引いたこの残りのラインとこの目地のこのラインを一致させる、合わせる。逆に言うと、これもし引きすぎましたと、墨取りの墨残しぐらいがいいんだけども、こっち行っても墨取れちゃった、墨半分になっちゃった、それに合わせてくる。もしくはこれ止めが墨取りでここを引いた、墨取りでか墨の真上で引いちゃったら、ここも墨の真上に引いた、ここに段差があると後で絶対墨が上がります。この止めに合わせる、それがポイントです。で、ここはこっちは墨半分、この45度に傷をつけない程度までこう下げちゃって大丈夫です。メチはきつくなるだけです。日頃ししてね。で、こうね、止めの厚み、これも墨の真上で、つまり鉄筋の真上で、スタートの一生この45度は取れてきます。奥の細と底が当たるのを防ぐから、最後に、止め立てより引くように
3分か4分の、あんまり幅の広いゴムじゃない。ここを。極端に言えば、ここはこう、こう、こういう気持ち。という。はい、じゃあ、左カットもうないです。まず、ね、二の腕プラスゴムの裏を手引きの真上、墨の真上。入れちゃうんだって。で、それで徐々にこう寝かしてきて、で最終的にはこの三部の手引きの線までを。鉄の真上でいいです墨付け。これもとりあえず小口から1寸1分ぐらいを、まあ、柱でやってで、胸腕が3で、ね、で、側に取って
て、で、柱際から胴切り、で、胸の出3、4、まあ、4、5分と上にちょこっと、で、ネギの方の深さを3分にしました。で、じゃあここは細の長さは2分5厘、大きな細の長さは2分5厘で、底当たりする、ここあたりを防ぐためにで、45度で、結引き、3部の、45度の厚みすると穴の細の厚み、これが厚みの細になります、ね、はい、じゃあ今度は、左大きい場合同じく、まあ、1寸1分程度を柱面と仮定しましょう。で、胸の出が3分側に羽を持っていって、柱面から5分で切り込んで、胸の部分上にちょこ、オスの長さ2分5厘、あと2分5厘で、結引き、骨の厚み、骨の厚み、メキの厚み、締め付けはこれで終わりです。はい、まず柱面から5分のこれで、炭のマーガリンです。どこまで切るかっていうと、3分の結引きよりもまあ3、4度程度、まあ、こんな感じね、こんな感じにまあ水平に入れとけばいいで、ここな、先端、細の先端、まあ墨半分でも、ね、墨残しぐらいでもいいです。もう五輪の余裕は取ってありますから。で、それはどこまでいくと、この3部の結晶そうしたら、ね、下バーを上にして、ここをで、ここに小口に3分の引きで、止め45度、ここもだからさっき言ったようにぐーっとこの子入れちゃうので、徐々にこう寝かしていく、口の周りぐらいで引いて、これをガーッとして、で、徐々にブレないです。で、3分の結びまでこう水平に入れていきます。で、ここちょっと残りの使い方よく見てくださいね。炭の真上で引いてって。で、これ止め切っちゃいます、ね、で、今度はずっとこの前に倒していきます、ね、この時にこのメチの先端を切らないように、メチの先端部分を切らないように
この部分も取っちゃいます。一緒に取れる場合もありますね。小麦が入ってるで、ネジ幅3分の1をかけてで、胸の前のこの線、これ炭の、真上よりも炭の、ね、内側というかな、たくさん量を取れるように炭の左側をという感じ。ね。そうしたらのみで削り取っていきます。ね、残り斜めに入ってますからね、斜めにパカンと取れます。倒したから横腕もここまで入ってるはずです。少しこれ残っちゃったらこっちの線も。で、結晶の線にこう、結晶の線にもみ合わせて、で、面を取ります。まず炭の真上で取っちゃいます。炭半分ぐらいで。みんなこのカッテル引きます。奥からこういうカッテルのホイールを使っていきます。引きながら、ね、引きながら調整していきます。で、カッテル引きを引いていくと炭の真上で取れたらもうこのまだ残りを残してって、でこのままの状態でレジを切らないように残りをずっとこうやって置く、ね、こうやって切りすぎちゃってもいいんだから。で、レジ幅3分の1とで、ここにさっき言ったように炭の左側を引く感じで、
も同じようにさっきもここはやんなかったかな同じようにね。より留め先がこうつくように揉んで少し斜めに削ってあげるような感じで